本日紹介する美女はタレントの中村アンさん。幼少期から芸能界に興味を持ち、小学校1年生の時には子役としてドラマに出演するなど芸能活動を始めました。そして中学生になるとモデルとしても活躍し、ファッション雑誌ニコラの専属モデルとしても知られるようになりました。その後女優としても活躍し、2010年に放送されたドラマ黄金の豚ではヒロイン役を演じ、男性視聴者の黄金の玉を熱くさせました。以降数々のドラマや映画に出演し、その演技力は高く評価され、中村アンさんは芸能活動をしながらも大学に進学し、2017年に大学を卒業しました。大学在学中には学業に励みながら芸能活動を続け、多くの人々の尊敬を集めましたよね。素晴らしいです。さて中村アンさんの交際についてですが、中学生の頃からモデルとして活動していた頃には芸能人の方と交際していたという話があります。しかし具体的には明らかにされていないため詳細は不明ですが、2016年に俳優の山本裕介さんと交際が発覚し、一時は結婚の噂も流れました。しかし翌年に破局が報じられ、残念ながら結婚には至りませんでした。その後2018年には同じ事務所の後輩である俳優の高橋一生さんとの交際が報じられました。二人は同じ大学出身で交際前からの知り合いだったということです。しかし2021年に破局が報じられ、現在は独身のようです。皆さんチャンスですよ。今後も応援したい女性の一人ですよね。この動画が面白いと思った方はチャンネル登録と高評価、低評価でも構わないのでよろしく。